じゃあお願いします。今日はナイスゴールが2本決まりましたね。自分で、どういうふうに評価してますか、あのゴールは。監督が立ち上がりからそのもう先制点を早めに取っていこうということだったんで、立ち上がりからそのもう 100% でいけて、早い時間で点取れて、なおかつ自分も点取れたのはすごい良かったかなと思うんですけど、ちょっと後半のに体力が落ちてきて、その中でどういうプレーをするかっていうのがちょっと課題です。あのゴールの他にもあの2つのアシストというのがあったと思うんですけど、こちらの方はどういうふうに自分で評価されてますか。まあ、最初のあのかなこちゃんに落としたパスはもう自分のイメージもぴったりだったんで、すごい嬉しかったです、決めてくれて。で、2本目のキリュウへのボールはもうずっと狙ってることだったんで、キリュウの裏っていうのはだからそこ見逃さないで裏取れたっていうのは良かったと思います。やっぱりその、まあ、今日もなでしこメンバーっていうのがいたんですけども、そのオリンピックから受けた刺激っていうのはやっぱりあるものですか。まあ、自分は自分なりにオリンピック期間中に自分の中で高めてきたものがあったので、それを今日の試合で出せたのが良かったかなと思います。あの今日の試合の結果はですね、まあ、リーグカップの方で、まあ、準決勝それから決勝っていうのが、見えてきたということになってるんですけども、まあ、決勝に行くと、まあ、アイナックとの勝負というのが一つ、まあ、予想はされるんですけど、この辺に対する意識とかはありますか。リーグ戦で強いチームに点が個人的に取れてないので、やっぱそこはリベンジとして点取れるように頑張りたいです。またその先にはその、まあ、今シーズンの、まあ、リーグの方もですね、11月 の, その最後まで、まあ、日程が組まれてるんですけど、その辺、まあ、自分の中でなんか目標にしていることとかありますか。個人的にはやっぱ得点を取るっていうのを今年は置いてやってるので、まあそうは言っても点だけではなくて、やっぱり味方に点を取らせるっていうところも取り組んで後半戦も行きたいと思います。じゃあ最後にあのサポーターに向けて一言お願いしていいですか。サポーターに、サポーターに、はい、はい、いつも応援してくれてる声はすごい届いてるので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。